紀元前一世紀の西域諸国、宝丹王国はシルクロードの一つ、西域南道沿いにあった仏教王国、タリム盆地のタクラマ間間砂漠の南に位置する。現在では中華人民共和国新疆ウイグル自治区にあたる。漢語では、ウテン・ウ、宝丹王国とも書かれる。宝丹王国の首都は現在の宝丹市にあたる。漢、東大の中国では、ウとして知られていた。 オアシス沿いにあり、植えられていたクワによる絹及び絹織物、その他何玉、攻玉及び陶磁器を輸出していた、宝炭で発掘されたマスク。7から8世紀、伝説によると、インドの仏教徒皇帝、アショウカの長男が、紀元前3世紀初めに国の基礎を建てたという。しかしながら、これより数世紀前から月史による中国との何玉、攻玉の貿易があったことが知られている。 宝丹で産出する玉は愚子の玉と呼ばれ、貴重な上あまり産出しない中国では珍重された。これが和田玉である。この愚子は月子のことである。その後、宝丹王国は仏教とりわけ大乗仏教の中心地の一つとなった。中国の総北圏が5世紀初めに宝丹王国にある大小十四の僧院を訪れている。文化交流により中国語、サンスクリット語、 プラークリット語、チベット語などが使われていた。カイコの伝来を伝える絵が、ダンダンウィリク出土タ丹は、中国外できぬが生産された初めての場所だった。考古学者の発掘作業で発見された壁画には、ホータ丹王に嫁いできた中国の王女が、紙の中にカイコの卵を隠していたと記されており、一世紀頃の出来事とみられる。ホータ丹王ガーガモヤの効果。一世紀。 表面、カローシティ文字で、偉大なる王、宝ンの王、ガーガモイア。理面、中国語で、十二十四主導戦中国の艦大に、宝ンを含む、最期諸都市は、時には艦に服属し、時には強度に奉能し、時には独立して、互いに荒罰したが、直接外国に統治されたことはなかった。一世紀に作られた、艦女によれば、宇野王は、西上におり、 三千三百個、人口一万九千三百人、兵士二千四百人がいた。また、保国港、左右の将、左右の貴君、東西の城長、役長がいた。五関所によれば、右国は、西城におり、三万二千個、人口八万三千、兵士三万人余りを支配していた。大初三年に、全館のリコ利が大園に遠征してから、西域諸国は間に服属していたが、 王毛が新を立てると離反して強度に属した。諸国が強度に属する中、タリム盆地の西部に位置するサシャ国だけが官に通じ、近隣諸国を破って服属させた。サシャ国王の剣は、剣務の終わり頃、右王の湯林を力用に更迭し、弟の暗い侍を右王とした。しかし剣は、諸国の反乱を疑い、一年余り後に、こう当たる、ートメ済み、 怖いの王と共に暗い侍を呼び寄せて皆殺した。王を失ったうには将を派遣した。永平三年に将の君毒が大人の戸松とその兄弟に殺された。大人の旧幕派が肝心の藩通と共に戸松兄弟を殺し、自ら王になった。旧幕派はサシャとの戦いで死んだが、翌年その追い広則が剣を殺した。広則は高郷土に人質として送り、 漢にも子を送って使いさせつつ、盆地の中南部にある西勢から西端のソロクまで十三国を従えた。結局西域は漢の藩長が服属させるところとなったが、うはタリム盆地の南の諸都市の中で大国とされた。英検二年、藩友の優先によって、うを含めた西域諸国は漢に従った。英検六年、うを追っ放し前は息子の一人を使わして、 漢に長考した。元下2年、パナシし前は、漢から派遣された管理の王権とこ渡る王、聖国の進化に暴殺された。宇のこの湯が兵を集めて、王権らを殺した。湯は自ら王になろうとしたため殺され、パナシし前の小安国が王位を継いだ。漢の官邸は、上の攻撃を許さなかった。三世紀のタリム盆地、カシュガールイコールソロク、クカイ,イコールキジ、キャラクセアイコールエンキ。 トルファンイコール交渉、ホタンイコールウテン、シャンシャンイコール前々パッセイキチベットの仏教師、ホータン国樹記には、クシャーナ朝のカニシカ一世が、インド中部の都市アヨーディアを攻めたとき、ホータン王が助力したと書かれている。これが本当であれば、西暦127年の出来事なので、中国人、藩朝の息子藩友がホータンを屈服させたとされる、都市と同じになる。LI の統治者、 ビジェイ・ヤクレティオが、アーリアモンジュの像を建てた後、伝道者スプイ・プリーと呼ばれた、ホータンの住民らかんが、新人深い友人のために、ザルー・ニオの少女を建てた。ビジェイ・ヤクレティオは、カニシカ一世に助力して、キジオーラと共に、インドに侵攻し、ソケドを占領した。ビジェイ・ヤクレティオは、多くの奴隷を得て、ザルー・ニオの外場に置いた。11世紀の初めに、イスラムの侵攻を受けて、 その支配下に入った。1271年から1275年の間に、ホータンを訪れたマルコ・ポーロは、ホータンの人々は、皆、マホメットの信奉者であると報告している。11世紀のトルコの学者、マフムード・カー・シュガリーは、著書ジワヌ・ラグハット・アット・タークの中で、ホータンへのイスラム教伝道について、次のように述べている。川が物を押し流すように、我々は都市に押し寄せた。 我々は仏僧院を破壊した葉の上に立っているブッダの彫像もありがとうございます。